まあそうですね、まあ彼本来の柔道というのはまだ出てないと思うんですよ、はい、出し切ってないと思うんですけど、そうなんですね、まあ肘の怪我、まあ、そこのところを考えると、よく強い精神力でやっぱ耐えてここまで来たなっていうのが、まあそういったのが実感しますよ ね、 そうですね、はい、今地元エジプトの選手が勝ちまして、このカイロスタジアム大きな声援に包まれています。確かにここまで得意技で勝った試合は一つもありません。世界から厳しいマークを受けながら、しかも3回戦で右肘を負傷、手負いの泉が不屈の精神で決勝進出を狙います。準決勝、オランダのマーク・フイジンガとの対戦が始まりました。このフイジンガはシドニーオリンピックの金メダリスト、アトランタ銅、アテネも銅、実績は十分、オリンピックと世界柔道両方いわゆる2冠を狙っています。さあ、その強豪オランダフイジンガに対して泉、手負いの泉がどれだけの自分の柔道ができるか、まだ自分の得意技大外刈り、それから担ぎ技まだ出ていません。足を払ったフイジンガ、さあ青い道着の泉、まあ、このように相手に合わせてはいけないですよね。なるほど、やっぱどん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 中に入って泉らしさっていうところを見せてほしいってそう思います、はい、準々決勝は指導2つの差で勝ちました。泉のなんて言いますかね、こう怪我をしてから、はい、逆に泉のその気の強さと言いますかね、はい、心の強さが出てきたように思うんですけれども、そうなんですよね、普通試合の途中まで来る間に怪我をするっていうとやっぱり、はい、選手としては気持ち的に不安がよぎったり大丈夫かなってこう気持ちがめいるんですけど、はい、多分彼だと逆に火をつける、なるほど、彼の気持ち火をつける、何くそっていうのが、出てくれればとそう思ってるんですが、はいはい、その漁師魂、小さい頃から培ったその心、大外刈りを持ってくる、強引に持ってきました。多少強引でもこういった攻めが、はい、いいんですよね、うんうん、相手にどん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 プレッシャーをかけて、はい、試合展開、うん、有利になってくるんですよ、はいはい、だから今のような攻めでもどん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 続けていってほしいです、うん、ウィジンガも左組みですので、はい、左と左で相四つになります。イズミはそれほど相四つを得意にしていないということなんですが、さあこの両者試合では初対決です。練習では何度も投げ込みをやったことがあるということですが、試合はこれが初めて。さあここは逆に潜ってきましたフイジンガ、まあ、でも冷静に対処できていると思います、はいはい、まあ、だから早く2つを持って大外刈り大内刈りっていうところを出していってほしいと思うんですけどね、はいはい、まだ両者ポイントがありません。背負い投げに来ました。さあそして得意寝技が得意のフイジンガが寝技に持ち込もうとしています。これはじっとしてると危ないですよ、はい、さあここはイズミはどう対処しているか、待てがかかります。経験が豊富です。独特のリーチ、そして速さがありますマーク・フイジンガ、大ベテラン。明日9月10日で32歳になります。身長差は12センチ。頭をつける泉、この大きな相手に潜って背負い投げを投げたい泉です。その練習をずっとしてきました。そして足技は大内大外、ここも待てがかかります。ちょうど試合時間半分が経過、ここで指導がウィジンガだけに来ました。ウィジンガは納得のいかない表情でしたが、さあ泉が1ポイントリードしました。ここは泉が上になりまして待ての時間を待ちました。さあ泉、オリンピックと同じ決勝の舞台へ進むことができるか。準決勝、ウィジンガが足を使ってきます。さあ泉、ここから先に仕掛けたい泉です。2つ持っています。なかなか技をかけることができません。そして3回戦で負傷した右肘ですけれども、中村さん、はい、どうでしょうか。いや、
まあ、見る限りでは大丈夫なように見えるんですけど、うん、ただそれを隠してるかもしれません。なるほど、はい。まあ、斉藤ヘッドコーチに聞きましたら、うん、大丈夫だよ、あいつは痛みには強いからねと。なるほどね、いう話をしていました。大内刈り、ここはしかしクイジンがこらえました。帯を取ります。クイジンが寝技が得意です。ここ回っちゃいけませんよ、うん、ここ背中がついてはいけません。残りが1分30秒。この形ですね、得意な形がこの三角。さあ三角です、はい、三角にこれは今締めていますが、泉は冷静に主審を見ている。ここは逃れています。残りが1分20秒になりました。泉が指導の差効果一つリードしています。足を飛ばす、潜ってきたフィジンガ。フィジンガはヨーロッパ選手権も4回の優勝があります。この準決勝はこのフィジンガと当たるということを誰もが予想していました。残りが1分になります。準々決勝で最大のライバルファンヒテを破りました。そして準々決勝でイタリアのメロニー、そして今回準決勝はオランダのフィジンガ。破って決勝進出なるか。残り50秒。さあ仕掛けたい泉です。今チャンスですね、ここは左をサッと取って投げたいところですが、さあ泉が技をなかなかかけることができない。ここは内股、逆に返した、一本、逆に泉が返しました。一本勝ち泉、ようやく得意の足技で一本勝ちを収めました。オリンピックと同じ舞台、決勝の畳に進みます。今フィジンガ選手内股行ったところ、うまいタイミングで返しましたよね。返しましたね、はい、見事にフィジンガの背中をつけました。一本勝ち。この世界柔道でもオリンピックと同じ決勝の舞台が待っていました。泉博士、さあこれで金か銀、はい、メダルは確定しました。オリンピックでは銀でした。今回は当然金メダルを狙っています。最後うまく足をかけましたね、はい、もう彼の頭の中ではもう銀はないと思うんですよね、はい、金だけと思うんですよ。そうですね、あと1試合本当に力を全部出して戦ってほしいと思います、はい、うん、銀の重み、悔しさを知っているからこそ金が取りたいんです、うん、泉博士